債務不履行。はい、こんにちは、レトスノーです。今回は債務不履行についてお伝えします。もうこれもね、基本的な内容なので、もうある程度勉強された方にはね、ちょっと物足りない内容になっちゃいます。あくまでも、初学者、初めて勉強される方だったりとか、まだ勉強して間もない方、勉強はしているものの理解不足の方を対象にしているものとなります。まず、債務不履行ってどういう意味なのというところなんですけども、もう簡単に言っちゃうと、債務者の責任で約束を守らないこと、ということです。ちょっとこの漢字をちょっと見てもらいたいんですよ。債務、不履行。まあ大きく書けたらこれ、まあ三つに分かれるっていう感じかな。まあ不履行で一つでもいいんですけども。まあまあ、債務と、履行をしないっていう意味ですよね。債務を履行しないなんですよ。じゃあ債務って何なの？債務っていうのは何かをしなければいけない義務です。例えば、あなたが私から100万円お金を借りたのであれば、あなたは私に100万円を返さないといけない義務があります。なんであなたは債務者なんですね。債務者っていうのは何々をしなければいけない人。逆に債権者っていうのは債務者に対して何かを請求できる権利を持っている人。今回で言ったら私は100万円を返してって請求できる権利を持っている人が債権者ですね。で、あなたは、100万円を返さないといけない義務を持っていて、履行っていうのはそれを行うってことなんですよ。つまり約束を果たす、約束をちゃんと守るっていうことなんですよね。それをこの不って不履行なんで、不ってこれは否定ですよね。履行しないっていうことなんで、約束を守らない、やらなければいけないことを行わない、ないことのことを言うわけです。つまりあなたが100万円借りたにもかかわらず、100万円をちゃんと期限内に返さなかった場合、あなたは債務不履行になるんだよと、まあ、いうことなんですね。で、債務不履行っていうのは大きく分けて3種類ありますよと。1種類目が履行遅滞。これ遅滞っていうのはこれ滞る、遅れて滞るっていう感じですよね。つまり、やらなければいけないことがあるけども、それをちょっと行っていないよ。期限、例えばね、10月10日までに100万円返すって言ったのに返せていない状況のことですよ。10月10日に返せなかったらこれ履行遅滞ですよね。履行不能っていうのはもうそもそも返すことができなくなった。お金の場合はちょっとね、話にちょっと、使えないんですけども、お金の貸し借りの場合は履行不能ってないんですね。もう大体履行遅滞になるわけです。履行遅滞になるんですけども、例えば、履行不能で一番いい例っていうのは、例えば、建物の売買契約を考えると、わかりやすいですし、宅建試験でも出てくるのは建物の売買が多いです。私が、売り主としてあなたに建物を売りました。で、売買契約をして、大体その場でね、即、はい、引き渡しってなんないんですよ。大体、じゃあ今日契約して、じゃあ1週間後、じゃあ1ヶ月後に引き渡しをしましょう。その時に代金を一緒にね、渡してくださいねっていう感じで、代金と引き換えに建物引き渡すってことをこうやるんですけども、まあ売り主である私が、売りますよと。まあ中古の住宅、私が住んでいる住宅です。それを住んでますよね。で、売買契約は決まりましたと。で、まあじゃあ1ヶ月後までに私は引っ越して、あなたに引き渡しますよと。一ヶ月後に引き渡すって約束をしていたにもかかわらず、私が、タバコの不始末によって、いわゆる、私は今債務者なんですね。何の債務者かっていうと、引き渡しをしなければいけない義務を持つ人なんで、債務者ですね。引き渡し義務で言えば私が債務者。にもかかわらず、私の責任、いわゆるタバコの不始末によって、建物が燃えちゃって、全焼しちゃったよ。で、約束を守れなくなった。もう、守ることできないですよね。この建物を買うって言ったにもかかわらず、もう違う建物だったらこれ話はもう変わってくるわけなんでね。これ違うじゃないですか。この建物だからあなたは買ったわけですよね。でも私はこの建物をタバコの不始末によって、火災によって消失させちゃった。なくなっちゃった。だからもう引き渡すことができなくなる。債務を履行することがもう完全にできなくなる。これが履行不能です。OK ですか？履行遅滞っていうのは、履行できなくないわけではなくて、単に遅れているだけっていう話です。不完全履行っていうのは行ったけども一部しか行ってないよっていう話です。例えば、土地がね、2つあったと。2つの土地があって、隣接する2つの土地を買いました。
私から、あなた買いましたと。買いました。でも、実際引き渡しの時に、こっちの土地だけは引き渡したけれども、こっちの土地引き渡せませんでしたってなると、これ不完全履行ですね。一方だけは履行してるけれども、一部履行できていないっていう状況なんで、不完全履行になると。まあね、大体宅建試験出てくるのは履行地帯と履行不能なんで、ここをちゃんと押さえておきましょうっていうところですね。で、履行地帯とか履行不能、まあ、いわゆる債務不履行になると、じゃあ債権者は何ができるんですか。いわゆる、あなたがもし約束を守らなかった場合、私は困るわけですよね。困った側はじゃああなたに対して何ができるかっていうと、債権者である私は損害賠償請求だったりとか契約解除ができますよ。例えばですよ、私があなたに今ね、建物を売りましたと、売ったけれども、先ほどのように、引き渡しをするまでに建物がボーって燃えちゃって、引き渡しできなくなって債務、履行不能になっちゃったよってなった場合、じゃあ、あなたはね、債権者ですよね。引き渡し債権っていうものがあるわけですよ。引き渡し債権っていうのは、あなたは私に対して、引き渡しをしてくださいってこう請求できるわけですよね。売買契約したわけだから。だから、じゃあ、あなたは何ができるのかっていうと、損害賠償請求とか契約解除とかできるっていう話なんです。いわゆる売買契約はしたはいいけれども、もう履行不能になったから、じゃあこの契約を解除しましょう。でなおかつそこでね、もしあなたが損害を被っているというのであれば、その損害についてもちゃんと賠償請求できますよっていうのが、まあ、今回のお話になってきます。ちゃんと債務不履行っていうのはどんなものなのかっていうある程度のイメージをちゃんと頭に入れておいて、さらには債務不履行の種類には3つあるんだと、まあ、重要なのは債務、履行不能と履行地帯なんだ。細かいことはちゃんと覚えてくださいね、その他ね。で、債務不履行になったら、債権者っていうのは損害賠償請求とか契約解除とかできるんだよ。まあ、これもね、細かい内容が出てくると思うので、そういったところをちゃんと押さえていくということをぜひ行っていきましょう。ちゃんとね、全体像を理解した上で細かい部分を押さえていくってことをぜひね、行っていっていただければと思います。そうしないと、細かい部分だけ押さえたとしても、全体像が理解できていないってなったら、結局は使えない知識になっちゃうんですよ。だからちゃんと全体像を押さえた上で、細かい知識を理解をしていくというふうな勉強をしていっていただければと思います。エルトスのオンでした。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。